初めての人も多いと思うから、やっぱ体を動かしたりとかするのも大事だと思うんだ。それは教室の中でやるんですか？校長、どっか空いてないですか？でも野球をやるなら外の方が。ここでやろう。在你的笑懵懵懂懂，有万分之一的心动在你的瞳孔，浪费有金色的金属却不忍读透，我笑你怎么比落叶落下还要匆匆，做不完迷宫走失的星光，做人就成了你的眼眸，但这下我的缺口一如真的没的温柔，我以为的心事全部藏在散落的风中。皆さん、おはようございます。おはようございます。俺来ました、ね、比人潮还要汹涌，画面还在拼凑，走上去偷偷牵你手，我太多笨拙的借口，这一瞬间的交错，我带着你的笑懵懵懂懂，万分之一的心动在你的瞳孔，乱变有金色的心手却不忍读透，笑你怎么比落叶落下还要匆匆，昨晚迷宫消失的星光，昨人就成了你的眼眸，但这下我的缺口一如真的没的温柔，我以为的心事全部藏在散落的风中，你是我永远例外的心动，冒着泡泡的情绪在相拥。渡辺君は今頃お布団の中かな。お風呂に入って暖かくしてお布団の中かな、今。もしくはもう夢の中かもしれない。どんな夢見てんだろう。小心翼翼写在日记，心跳藏在抽屉，只能让你才不会分心。远远眼神看你，你知道。に関わらず、二人だけでお仕事するっていう機会がない。確かにないからね。ない。すごい珍しい。うん、なんかプライベートはめっちゃ合う二人なのに、お仕事二人だけっていうか、確かに意外とないないから。愛言葉。随便奇迹，爱想改变的勇气，都是因为你。ちょっとツンツンしてる感じのキャラやってるだけで、では結構もうなんかなんていうのしっとりした大人の優しさがある人なんで、まあでもいつもその優しさに感じてます。はい。